星名正宗,宗から、没年不明は、江戸時代後期の旗本。飯井の藩士家分家の旗本、星名氏、第八代目当主で、関西重州諸家父返産当時の同家当主である。意味名は、聖宗。通称は、栄二郎。父は、星名抹殺根、敬氏は、堀修邸の正室、正美。関西重州諸家父返産時点の正室は、石川正本の娘で。 子は、鉄作。また、婚約者あるいは、形質に、本家家、e、の藩主、星名忠史律の娘。国高は、上野国軍馬軍、東ず軍のうち二千五百国。地行二千五百国と虎ノ門神道に屋敷を持つ、星名栄次郎とその子、星名正隆の先祖であるが、具体的な続き柄は不明である。兄である正美は、父、正常より先に創生し、父も、 完成9年12月6日に死去したために、同年12月26日に20歳で、父の家督を継ぎ、翌完成10年3月15日に、徳川家成に初めてお目見えを済ませる。完成重修書家父において、性質を、石川聖凡の女のみを記載しているが、本家にあたる飯野藩主、星名忠史律の娘を婚約者、または、形質として迎えているために、 須原や茂平倉くらい多部間のい野藩主か星名家の経図において、成立の娘として、星名久次郎正宗室の記載がある。江戸城多門矢倉文書において、星名栄次郎の祖父を星名力としているものの、星名力が生宗にあたるのか、生宗の子として、完成重州書家府に乗る哲作にあたるのか、または、哲作とは別の生宗の実施。 または養子であるかは定かではない。ちなみに、星の力は西の丸書院番子になっている。ありがとうございます。